で最後水タイプのメッソンの最進化を説明します。僕が予想したのは2段階進化がメストンタイプ水特性技っていうの隠れ特性を新しく考えて、その水隠れっていう特性で、雪隠れっていう特性の水バージョンで、雨が降ってると回避率が1段階上昇っていう特性ですね。で最終進化がミスドロスで、名前の由来がそのミストと、ロワールドロスのドロスのかけた名前ですね。でメストンのデザインはそのオオサンショウウオっぽさとちょっと隠れオンっぽさなんですけど、最初メストンの時はその尻尾のくるくるが完全に丸まってるんですけど、メストンの時から徐々に開き出して、最初にミスドロスになった時はもう完全にもうただの尻尾になって、水中での動きがもっとスムーズになるっていう感じの進化をしました。でヒレも大きくなってますね。でモチーフにしたのが、トカゲと恐竜ですね。なるほど。固有技の雨の村雲という技を覚えます。この技は水タイプ のブレイブバードとかフリアドライブみたいな威力120の物理技で反動を受けるっていう強力な物理技ですね。キザルみたいな。雨の村雲の。で雨の村雲っていうのはその日本神話で出てくる雨の村雲の剣っていうのからとタイプは水ドラゴンです、うん、なるほど。流星群覚えますよ。流星群覚えるんですか。強い特殊技に完全物理を受け継いでしちゃったじゃあ僕はこれですね。名前はもう正直どんだけ頑張っても思いつかなくて、ウオミスト名前なんてね、うん、これ本当はジャパニーズジャイアントサラマンダーって言ってサラマンダー狩竜じゃないですか。ちょっと本当にドラゴンが入ってきそうな感じがしたんですけど、僕は逆にモノリスオオサンショウウオが2番目って言ったんですけど、3段階目にオオサンショウウオ、オオサンショウウオってやっぱ神的存在、まあそうなりますね。やっぱ3回目でやっぱオオサンショウウオになって、オオサンショウウオ毒あるんで水毒タイプ、体から毒のドロドロがちょっと出とって、で目がカメレオンでカメレオン要素もあるもんで、尻尾は自分はまだクルクルのままですでベロベロンってなっとって点々があって、うん、あんまうまく描けませんでした。で特性がまさかの被っとって水隠れです同じです。特性か、私考えた特性が被るってなかなかないですよね。で、あとそんな感じ。夢特性は冬です。強い強い激流どこにいたんですか。激流な問題です以上。水タイプの最終タイプ、最終ポケモンはなんや、あのなんか水タイプはまず名前から言うと穴で、タイプが水と地面、ラグラージュみたいな感じの水と地面 でモチーフにしたやつが、これがイグアナっていう、動物、あれを一応モチーフにしたんですけど、で名前考えてる時にやっぱアナ、イグアナのアナは残したいなと思ったんですけど、そこからアナザーっていうのを付け加えて、っていうのでアナアナ、アナアナ多分あると思うんでアナアナちゃんにして、でそれでヒレがちょっとあの背びれみたいな感じのあのギザギザギザっていうやつ、あれになるんで、ちょっと感じがいいやつになるんで、はい、ドラゴンっぽいけど水地面、そうなんですよ。ちょっとあれかな、おドラゴンやんって思わせての、あドラゴンねえやねえかみたいな感じので、がっかりかな、名前もがっかりそういろんな意味で、がっかり要素はあるんやけど、多分愛されキャラになるなっていう、後から分かってきたらっていう、ネタにされる、そうネタにされるポケモンがだから、はい全部ネタポケモンにされる御三家っていうのが、自分の ね TKB のやつ全部女の子喜ばない以上です。はい、うん